とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、古代狩りをやっていきます。黄金も、2400と、ちょっと少なめなんだよね。これも集めたいし、あとね、ピンクスコーンドレルの最強のやつを、ちょっと入手したいところですね。今持ってるのがこれなんだよ。一番強いのが無限と、ロールチャージ、クールダウンショット、バーストボーストリング、この無限のところを、虚無に変えたいところですね。これは雷の矢筒を使っていくので、別に263じゃなくても使っていけるんで、まあそれをちょっと探していきましょうか。ピンクあんま出ないんだけどね。頑張ります。はい、それでは戻ってきました。結構やったね。結構長かった。でもだいぶ入手できましたね。黄金も6757個、4000個ぐらい増えたので、まあ4つぐらいはフルカスタムできるんではないでしょうか。うん、4つできれば十分かな。ではちょっと数えてみようかな。どれぐらい出たんでしょう。で、ピンクスコーンドレルだけではなくって、グリーンメナスと輝くローブも出ますので、一応取ってます。まあ狙いはね、ピンクスコーンドレルなんだけど、結構出てるっしょ。あれ、いや、もうちょっとあったと思うんだけどな。これなんだろうね、勝手にさ、あの整頓されるんでわかんないんだよね。あ、下にある、一番下の方にもある。一番下と一番上になんか分かれてるので、まあまあ、順に見ていきましょう。まず、防具からいこうかな。輝くローブ。ポーションバリアか、クールダウンが入ってれば、当たりです。まあ、これはギフト会用にちょっと取っておきたいところだよね。影の爆発いりません。あ、雪玉さんか。まあ、普通の、装備を作るのにはいいかもしんないけども、いや、普通のはいらないよね。影突、ビーストサージ。いらんよな。まあ、一応ちょっと取っとくか。で、まだあるよね。あ、下にあった、下にあった。これは俺がカスタムしたやつだもんね。クールダウン4。では、あと5個。マルチロールいらない。火炎フォーカスいりません。毒フォーいらない。あれ、さっきも雪玉あったぞ。シナジー。雪玉、いらんかな。いらないね。雪玉は、いらないでしょう。はい。防具は一個もいいのがありませんでした。次、弓。結構出てるでしょ。1、2、3、4、5、6。17? そんぐらい?あ、18、19、20、21、22個。22! おお、いいんじゃない?一つぐらいいいの来てくれ。グリーンメナス、巨大化いりません。スーパーチャージもいらないね。欲しいのが、クールダウンショット、アーティファクトチャージかロールチャージ。で、あと、虚無、バーストボーストリング。その5個だね。その5個がついてれば当たり。速射いりません。ボーナスショット、いや、いらないな。強打いりません。無限か。あ、いや、でも無限は、シュガーラッシュについてるやつがある。263で無限付き持ってるんで、まあ、介護官なんでいりませんね。毒の雲か。これグリーンメナスでしょ。あ、でも面白いかもね。毒の雲入れて、ぴょんぴょんしていくっていうのも、まあ、取っとこう。オーバーチャージいりません。あー、出ないねー。ショックウェーブもいらない。ああ!
クールダウンショット2はダメなんだよ。2はダメ。うん、これね、絶対3なんですよ。2だったらば、回復しきれないので、ダメなんだよね。いや、ダメ。うん。2はダメ。あ、ロールチャージ。2。ロールチャージは、まあ2でも全然いいよ。3の方がまあまあいいにはいいんだけども、2でも運用できるので、あ、OK。とりあえず、うん、作れる。出ました。ロールチャージ。いいんじゃない？あ、無限に。これいりませんね。3があるからね。あ、違う。これは毒の雲か。で、もう少しあります。激怒。激怒はピンクスコードレルについてるのでいらないでしょう。あー、こっちが3か。こっちに3ついてほしかったな。グリーンメナスか。まあ、毒の雲もいいんだろうけども、1だったらあんまり火力が出ないだろうね。ならもう激怒だよ。まあ、一応取っとこう。これもいりません。加速ね。クリさん、いりません。おお！キョムさん！あ、こっちがいいわ。キョムさんがいいわ。キョムさんに、下に、バーストボーストリングと、クールダウンショット、ロールチャージ。オッケー。最強作れる。出た、出た、出た。これ出たよ。オッケー。あ、じゃあ、これいらないわ。うん。オッケー。最強のピンクスコーンドレルが作れそうです。で、残り、5個。アイテムボーナスいりません。巨大化いらない。あー、マルチショットもいらない。あ、無限か。無限微妙なんだよな。クリさん。あ、ダメです。うんうん。シュガーラッシュに無限3ついてるやつがあるんで、無限はいらないね。あ、ということは、3つかな ?3 つ残りました。うん。毒の雲いらんだろうな。いらんやろ。まあまあ、取っとくか。で、グリーンメナスのロールチャージさん。で、一番良かったのこれだわ。ピンクスコーンドレルのキョムさん、出ましたね。うん。これを、ちょっとカスタムして、最強のピンクスコーンドレルにちょっと作り変えてみましょう。うん。今度ちょっとね、使ってみたいと思います。では、今日は古代周回しまして、まあ、いいやつが出ましたね。で、今回のピンクスコーンドレル、で、グリーンメナス、輝くローブが出るのは、ウィーバーですね。忌まわしいウィーバーかな。あいつから出ますので、あいつを一体だけ出すようなお供え物をするといいです。俺がやったのが、重力のハンマーと、あと、あれ。名前忘れた。ボウガンで撃ったら影化するやつ。敵を倒したら。うん。あの二つ、プラス、アーティファクト何かですね。うん。何もつかないアーティファクトがあるので、それがいくつかあります。つけてみてください。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。